こんにちは、ブルーです。ということで続きやっていきましょうか。バイオハウス。バイ。チャプター何本 ?5? この位置ですね。あ、いけない。どっかに、あ、ありがとう。カミキリムシかなんかあるかなと思って。ちょっとシソバナ、シソか、シソバナ、シソフラワーをゲットすることで、なんかまあ、神になれるんですか？これは変態ゴッドマンになる。96年、12月4日、あの日スペンサー教は食することで絶大な能力を手に入れることができる。太陽の階段と呼ばれる花があるらしいと話していた。最初、皆はそれを前つばものとただの噂と類と思っていたが、類くらい漢字で書く。最初にその可能性に気づいたのは、我が師ジェームス・マーカス。博士は、それを未知のウイルスが DNA を変化させるために起こる現象ではないかと言った。何たる水眼か。事実その説が正しかった。我々は鼻の中に未知のウイルス、子孫を発見したアメフリカまでやってきて、この地を探り当て、あってくるウンディパイア族に神経をすり減らしながら過ごしたこの3ヶ月間の苦労が手に向かれたのだ。今日まで憔悴しきっていたマーカス博士もまではすっかりご機嫌だ。僕も早く帰り研究に没頭したいと言い込んでいる。私も同じ気持ちだ。一刻も早くこの子孫ウイルスの謎を解き明かしたい。長い。めっちゃ長かった。AK はじゃあ、私が持っていこうか。やばい、飲み物がなくなる。どうしよう。やろ。あ、ご視聴の皆さんね、こんなん普通に配信でやれよっていう話なんですけど、まあ、配信の仕方がわかんないんです。え、ということ、あとね、ちょっとね、OBS がね、もう毎回設定が勝手にね、変わるせいでさ、弟の声が入らなくなっちゃったんだよね、ついにね。ということなんで、まあ、弟と喋ってんだけど、普通に、一人でベラベラ喋ってるように聞こえるような、実況動画となっているのは、ご容赦。はい。えい。あ、そういえばこんなんあったな。テレッテッテレッテ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 ッあれってギャルゲーやん。恋愛シミュレーションゲームやん。誰嫁にしよっかなと思った。やっぱ一番はあれよな、湖博士よな。あー、なるほどな。やっぱでもあれメスやん。大穴狙いたいのとさ、あんな純粋な目でまっすぐ見つめてくるのってさ、めっちゃ煽ってくる。純粋な目で見つめてくるのって、やっぱり、あいつだけやん。ズミ博士だけやん。期待に応えてあげないといけないかな。さて、どうする？でも、普通に立花強えんだよな、ここの立花な。来るよ。ああ、俺もあとアイテムするって1個しかねえよ。ああ、これでも普通に歩いてたら行けない。めっちゃバレてるー、ロッテのトップ。危なっ。あれ2体も出てきたっけ。ああ、でも意外と体力少ない。と張り付き娘。やっぱり、バックから攻めるのはやっぱいいかな。ああ、いいね。レッドストーン、レッドハートだっけ。これ結構高いよね。力仕事をすべて任せるな。そして煽るな。
たまには、いやいや、たまにあの、ちゃんと力使っていかなあかんでしょ。分かった、ジャストゥイ。ナイキタッチ。ここには何が、あ、レッドハーブあります。まあ、全てがオフラインのモニターで、結構こう SIG は、5-3 だったかな。ボールぶっちらかしてて、とりあえずまあハンドガンが私でマシンガンがあなたってことを考えたら、俺プレートに残ってるのを全部打ち込もうかな。これちなみに明るくすることって何か意味あんのかな。どうせ目見えてないのに。いっぱいいるよっていうことがバレるって、その程度。どうする、まともに戦ったら終わるよね、これね。とりあえずゆっくり行きますか。いえいえ、カモンじゃねえんだよ。早く押してくださいよ。早く押してくださいよ、旦那。慎重に、慎重に、慎重に。慎重すぎない？蹴破ったらあれ来るのかな。めっちゃみんな警戒してる。ワンちゃんが今から挿入しますよみたいな。バリーンってなってる。あ、ありがとう。さあ、でどうしよっかな。ここで一旦終わるっけ。あいつらがてるわ。いいね、いいね、いいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。食らってねんだよねってばよ。起きた。よしよしよし。おいしょっとー。ほい。オッケー。あなたが車線に入ってくると危ない、出す。オッケー。ちょっと待って、あ、もう榴弾がねえ。あ、ちょっと待って、ハートアタック。待って、追加来てる、追加来てる。オッケー。仰せのままにお嬢様、降りていきます。いやー、まさかの、まさかの追加発生やったな。うん。まとめて来いよっていう話を。だってほら。ハンドガン。うん。手榴弾は持てないっすね。無理か。あ、サンキュー。あ、で、手榴弾持って、ちょっと、持てねえんだよ、手榴弾。ごめん。持ってて、手榴弾。あれ？ここってもうこれでおしまいだっけ？あれ？ 5 の位置ってこんなシンプルだったっけ？あ、で、5の2からあれか。マシンガントークの部下たちがいっぱい出てくる。ゲリラ部隊。ゲリラ豪雨かよ。お腹ピーピーやないか。それレクション見たい。まだ見てない。レクション見たい。見てないの。改めて見てみるとな、やっぱあれ IT の知識がある人間が見るとさ、普通のなんかこう格闘映画とまた別のさ、スミスとかそのネオとかの立ち位置っていうのがきちっと分かってくるから面白いなと思って。うん、多分トルバコとかも普通に見直してみたらさ、ああなるほどなと、スミスの立ち位置よく分かるわとか、その多分なってくると思う。
現実の世界とこの世界で何なんみたいな話。あでも俺はないってあのサイファーやっけ、あに出てきた裏切り者、あいつの気持ちわかるけどな。現実世界、モーフィアスたちがいる世界が現実世界でさ、ネオとかがいた、もともとアンダーソン君としていた世界が仮想現実とかって言ってるやんか。仮想現実の方がさ、綺麗な世界やった。しっかりと戦争してるわけでもないから。と考えたら、そっちの世界の方がいいよな。That's why.多分 ZR やろな、 ZR で出るかなってことで YB の可能性とかもあるやん。どこ行ったんやこっち行って、てかでもし Bio5 あるけど Bio6 はあるんやろ。はちょっとやろうと思わない。あっててなんだ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 、何にやられてる。はいな、結構えい、よろしく。なぜワン、なぜワンは200ミク。でも普通に 3回やるやろ。きびだんごあげたら犬、犬キジ猿が集まってクリアやろ。もう一回やりやんな、クジって。あー間違えた、突進してくるの分かってたのに、ごめん。 I'm sorry, ワーキゲソーリー I'm beautiful, but あんりゃ、ジャパニーズワイフプリティセクシーパイセンキュー。俺全然役に立ってへん。止まる瞬間があるんや。変態たちはどういう思いでこの戦い見てんの。出てた。あれでもあなたもう1個しか持ってへんよな。味わって食べなさい、きびだんご。でも実際のきびだんごって甘くもないから、あれやろ、結構まずいんや。あ、なんかすごいみなぎってる。あ、これあれって出産の瞬間やっけ。ちゃうわ。あ、おもてなすってハッチ巻きは。あ、テロリスト、テロリスト、テロリスト5。あれ出産全然しなくないこいつ。出産せえよ。弾枯渇していくっぽいな。ウエッジマジか。ああ、やっと出産した。こんなでもさ、なんやろ、実際に出産ってできるもんね。できるんや。めっちゃ刺さってきていいけど。なんだ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 。ちょっと待って、めっちゃ食らってんねんけど、食らってるというか、その、あ、ちょ、はははは、コマンドなくなったのにダメージ与えてくるって、もうただの変態やん、エロ。メス、メス野郎みたいな。ちょっけ、終わり。ラスト一発。ありがとう。ああ。アメプスな。お腹いっぱいになって、満足して。しっかり眠っていく。うん。お疲れい。なりましたね。そう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 。あの急に離脱する可能性があるから。
しゃー、いいね。サクッといったな。多分あの一緒に実況し始めて一番短いパートになったかもしれない。まあね、15分半15分半だから多分なんだろう、ストペッカーノーブラウンサングラスしてたな。まあお互いにこうなんだろう、奇抜な格好をしてるからどっちも驚かないっていう。戦うための服装をお互いにしてないかな、完全に。知ってても教えると思う？教えないとそれハグぞ。もう今、きついやん、規制が。キセラの格好どうなんねやろ。さすがにあんなオープンなおっぱい出されへんやん。ジルのスカートですら歩いすぎた禁止になったくらいやね。スカート禁止になるくらい。だから要はパンツ見せたらあかんってことだよ。RE4 のさ、だってもあのアシュリーのおっぱいが出るような衣装着たらあかんみたいな。よし、じゃあ一旦実況はこちらで区切りたいと思います。今弟からね、あのどんなタイミングであの話聞っとんねん、バグってんかって言われたんですけど、まあまあバグってんすよ。まあそんなことも言いながら、はい、こちらでね終了とさせていただきたいというふうに思います。ではまた次回実況でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。